はシーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはスズキ GSX1300R はやぶさ、こちらはですね、スズキを代表する機関車種はやぶさですね、非常にですね、カスタムされた1台ですね、早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはですねフロント周りからですね、2型のハヤブサといえばですね縦2眼のヘッドライトですね、オレンジのアッパーカール大きなねカール割れ、塗装剥がれそういったものも見受けられません、スモークスクリーンに、ね、変更されております。そしてミラーはですねカーボン製のものに変更されています。そしてドライブレコーダーですね装着されてますね。はい、そしてフロントフェンダーこちらもねカーボン製のものに変更されております。はい、そしてねフロントの足回りですね、ブラックのホイールですね大きなガリ傷曲がりございませんね、ブレーキですダブルディスクで大きな錆腐食キャリパー引きずりそういったものもねございません。もちろん倒立フロントオークねオイルにじみ漏れ見受けられませんね。はい、ではサイドもあってカールです。はやぶさのね大きなロゴそしてねオレンジのねカール非常にね、コンディションがいい状態ですね。大きなカール割れ、削れそういったものをね見受けられないですね。はい、ステップです。ステップはですねオリジナルのものを採用しております。大きな曲がり削れございません。はい、そしてですねこの車両のね特徴ですねワイバーマフラーですねダブルダッシュです。音は後ほどご紹介したいと思います。そしてですねインナーフェンダーもカーボンですねこちら採用しております。ではリア締まりですねフロント同様ブラックのホイールです。大きなね曲がり削れそういったものはございませんね。はい、ではねリア周りご紹介します。はい、こちらもね、ドライブレコーダー装着ですね。はい、安心安全ですね。では反対回ったシートですねフロントシートタンデムシートともに大きな破れ切れはありませんね。はい、タンクです。こちらもですねオレンジ色のねへこみ傷そういったものございませんね。タンク内ご紹介します。はい、タンク内です。もちろん錆腐食ね大きなものございませんね。ではエンジン始動いきたいと思います。こちらの車両ですね、ETC も装着されております、高速のね、ツーリングそしてですね、街乗りストリートですね、あらゆる場面でも楽しめる1台となっております。ぜひはやぶさをお探しの方ですねお問い合わせをお待ちしております。